さあやってまいりましょう。手持ちのツムすべて紹介しよるまで終われません。続きましては普通のアナですね。アナと雪の女王のアナですね。前回というかまあいくつか前のパートでご紹介させてもらったのはバースデーアナでしたので、普通のアナは普通にエルサが出てくるのかな。なんか周りのツムも消せるエルサだよって言って出てきてましたけどね。うわーなんか今回はちょっと配置があまりよろしくない感じがしますけどね。これねなんかねこう今更ながらなんですけどこうなんて言ったらいいんだろうな。ああ消してくれるんだちゃんと。こう今更なんですけどね、こう自分のツムツムをプレイしたものをまあアップロード今し始めてね YouTube にも上がってっているんですけど、なんか見てたらそのなんかなんて言ったらな、プレイしてる時には気づかなかった、あこことこことここつなげんじゃんってなんか結構見えたりしますね。そこがねちょっとね、いやもっと点数稼げるんだろうなって、そういう広い視野持てばもっと点数稼げるんだろうなって思ったりするんですけど、なかなかねプレイしてる時はもう消すことが優先的になっちゃうからそこまで気づけないっていう感じなんですよね。よいしょ。まあでもなかなかの破壊力じゃないですかエルサさん。これはやっぱりありのままの力を出してるからなんですかね。いやヴィランズも一緒に消してくれたら大きかったんですけどね、そういうわけにもいかないと。さあもう一回くらいちょっとやっておきたいですね。ほい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 。エルサだけでいく、エルサだけでいく、エルサだけでいけない、そういうオチもあるよね。まあとりあえず全部微動だにしねえレベルアップが微動だにしない。はい、ということでアナはお姉様エルサを呼ぶそんなツムでございました。ではまたお会いしましょう。